こんにちは。今回はシャドーバースが、1周年を迎えたということで、人気カードの投票が、開催されたと。でちょっと動画上げるの遅くなったんですが、私もこの、人気のキャラクター、ちょっと7種類投票していきたいなと、思います。でこう投票したのが今後、リーダースキンの実装予定されててこれさ、ちょっと人気カードの投票のボタンを押せば、どんなカードが投票できるかっていうのは出てくるんですが、ほぼ女キャラになるのは間違いないな。で男キャラが、人気投票とかだったら、これ 裏のなんか工作、裏工作があるとしか思えないよな。なんか運営のこの裏の工作があるとしか思えないんですが、とりあえずちょっと見ていくか。エルフが、この、10枚の中かな選べると。で、これさ、もう一択しかないよな。一択しかないわ。ティアやろ、これ。ティアが多分1番になるから、私はこれティアに応募するわ。で、これさ、レオネルとかあるけど、こんなん選ぶ人おらんやろ。ワンチャンユエルもあるな。ユエルもな、結構いいけどな。でも、エリンゲもな、エリンゲも生やせるしな。ローズクイーンもいいしな、フェアリープリンセスもいいな、全部いいけど。異形とか、レオネルとかは多分選ばれないかな。で、こういうなんかチャラチャラしたやつは嫌いやから、スクナとか嫌かな。ただ、服装が結構な、いいんだよな。ただ、ティアのこのなんか、よちよちした感じもいいよな。やっぱティア一択やら、でも、ユエルもいいよな。ユエルも非常にいいと思うわ。いや、好みやな。いや、でも、フェアリープリンセスも、ティアでいいわ。で、ロイヤルなんですが、これも一択。もう、椿一択やわ。次。ウィッチがな、結構悩んで、てかこれさ、金玉選ぶやつおらんやろ、絶対。うわぁ。いや、金玉は絶対選ぶやつおらんわ。フレームデストロイヤーであれば、ワンチャンあるかなと思うんですが、レビーも選ぶやつおらんやろうしな。ここはマジカルガール、メルウィーが一番妥当じゃないか。アンもな、結構気に入ってるんですが、マジカルガール、メルウィーが一番いいんじゃないかな。で、ドラゴンが結構、面白くて、これもジルニトラ一択かな。ジェネシスドラゴンとかな。ただ、スカイドラゴン、エチカ。こいつも結構、実装されたら、心がポカポカするっていうか、コーンポタージュみたいな気分になれるよな。さすがにプリズンドラゴンはないと思うけどな。ここはジヌリトラ。ジヌリトラって結構無表情なイメージがあるから、こいつが笑ったりするのを想像するだけで、楽しみかなと、そんな印象かな。次、ネクロマンサー。これもな、ネフティスが一番、そりゃいいに越したことはないんですが、ネフティス、カローンも結構いいよな。ただ、ケリドウェイもいい。カムラはないわ。カムラ、ハエノー、ヘクターもワンチャンあるかな。でもここはムクノノーで。はい。次。ラウラか、マステマかな、ワンパイに関しては。ダークジェネラルもな、結構気に入ってて、ベルフェゴールもいいよな。ただ、ソウルドミネーターもいいよな。アサセ、悩むな、これも。クイーンワンパイは、あんま良くないかな。とりあえず、ダークジェネラルでいいか。ビショップに関しては、ダークジャンヌの汁が一番出そうなんですが、リテュエルも結構いいよな。やっぱ、あんま使われてないフォロワーやけど、イラストがすごい可愛いから、ワルハラジェネラル選ぶやつおらんやろ、さすがにこれ。ワルハラ、女の人で、ガタイのいい男の人が好きとか、そんな人であれば使うか、イージスはね、全然ありやと思うんやけど、リノセウスも結構いいよな。リノセウス。アルミラージもいいしな。ハゲもワンチャンありそうやな。結構人気で言えば、高いと思うので、ワンチャンビショップに関しては、ハゲが採用される可能性あるな。ネタ枠として入ってくるんじゃないかなと思うんですが、ここはあえてリテュエル。リテュエル採用されたら、一番嬉しいから。そんな感じかな。で、これ投票内容確認するで。エルフがティア。椿、メルイ、ジヌイトラ、ムクロノ、ダークジェネ。いいでしょう。
まあ、皆さん、どんな感じでこの7種類投票したかっていうのを教えてもらえると、嬉しいかなと思います。まあ、大体こうコメント欄で、まあ、自分のこう投票したのが、みんなとこう一致すると思うんですよ。だからもう私のコメント欄で、まあ、ある程度のこう人気キャラっていうのが確定するんじゃないかなと、思います。まあ確実に言えるのはロイヤル椿は確定やわ。これは間違いない。これもしあのロイヤル椿じゃなかったらシャドーバース引退するわ。もうそれぐらい自信ある。いや椿やろ絶対。椿以外何者でもないわ。まあ、ちょっと投票しておくか。投票いただきありがとうございます。投票受付しました。まあとりあえず私投票したので、まあシャドーバースが2周年、次行くかどうかわからないですが、とりあえず1周年、まあ皆さんもね投票したらいいと思いますよ。自分の好きなカードがリーダー好きになるから、好きなカードってことは、自分でもこう課金する可能性が高いっていうことやから、まあやってみてもありかなと思います。でちょっと時間余ってるので、まあランクマッチ適当に、まあ現環境最強ネクロ使っていくが、まあヘクターを採用したアグロネクロやったかな。まあ、正直今の環境がそろそろもう飽きてきたので、早く次の環境行きたいっていうのがあるんですが、まあフェイスドラゴンも最近減ってしまったよな。さあ1戦目の対戦相手は、まあ時間的に多分1戦しかできないので、小賢しいな。先行か。でスリーブがモルディカイのスリーブ。とりあえずまあシャドウリーパーこれ取んのかな。まあ取っとくか。ヘクターか。まあ、先行でヘクターは強いんですが、ただ、シャドウリーパーがちょっと微妙なので、だったらなんで残しといたっていう話になるんですが、まあ、2コス1コスが来てほしかったっていうのがあるかな。やっぱ3コスか1コスが来るか来ないかで、コンジュラーか。1コスも来なければ2コスも微妙なカードっていうのが一番小賢しいよな。まあ、3コス一番来てほしいかな。あー、オッケーオッケー。これ完璧。あのボーンキマイラ出してから、シャドウリーパーとダンクコンジャー次出せるというのが非常に強い動きになるので、でも勝ったわ。悠長やな。その悠長なことで締めてしまったら負けるぞ。攻撃します。でボーンキマイラ出して、次のターンシャドウリーパープラスダークコンジュラーを出していくと。でも7コスになればヘクター並べていけばいいから、もう勝ったわ。小賢しいな小賢しいな。あゴブリンか。とりあえずシャドウリーパーをジュワして、ダークコンジュラージュワしてで攻撃しとくと。でシャドウリーパーが破壊されることは絶対にないので、あー、勝った勝った。こいつらは除去しないって言ってもあるけど、除去しなかったらしないでだいぶ相手厳しくなるから。次のターン骨の貴公子とか悠長やな悠長。でも一番いい方法ではあるよな。とりあえずリリエル出して、まあリリエル進化かな。リリエル進化で、ダメージを与えつつ、まあでも次のターン、サラマンダブレス打たれたとしても、リリエルが残るし、まあどれか一体は残るから、まあハントマハールもあるし、7点は確定してると。でサラマンダブレス来るか。ただサラマンダブレス打ったとしても、全然大丈夫で。小賢しいな悠長やな。まあ、エッグトマトを超える小賢しい。ムシフシは懐かしいな。で進化で、ただそれだと動き的にはすごい弱いよな。でシャドウリーパーかな。まあ、シャドウリーパー狙います。なるほどなるほど。まあ7コスまで耐えればヘクターの猛攻いけるから、ヘクターか。どうしようかなこれ。とりあえずまあミコイツで攻撃して、まあゴブリン、いやファントムハウルでも良さそうやな。盤面を並べて、まあとりあえずゴブリン出して、ダークコンジュラーを、まあ、こっち進化して、まあ3、4、5、6点かで、次のターンなんかサラマンダーブレスとかそういうの打たれなければすごい強い動きにはなるんですが、ちょっとわからなくなってきたな。
あ、普通にイスラフィールとか出ただけでも非常にまずいから、4点回復されて、盤面全部除けられてしまうと、さすがの、最強現環境最強デッキでもまずいよな。でまあムヒュフジュ自体はダークネスエボルバーやったっけな、そのぐらいからすごい強いと言われてたカードやから、まあ需要は下がらんよな。まあブロンズにしては強い普通に。まあシンカーって言ってたから多分ダークネスおさかしいな。おさかしいな。でまあでも最後はこれで終わりか。更新せよ果ての果てまで。なんで8点とかエッグエッグエッグベネズエラやわ。えぐいな。まあ、ヘクターのプレミアを出して更新せよ果ての果てまでエッグ、これ一番ナフした方がいいかだよわ。ヘクター強すぎ、ワロタシャンバリンなんだが、まあヘクターはほんまナーフした方がいいな。まあそろそろでもレジェンドがナーフされたっていうのはあんまないから、まあナーフされることもないやろうけど、ちょっと強すぎるよな。まあとりあえずまあ1周年記念なので、皆さんも好きな、リーダースキン、投票していただければなと、思います。でそれと同様、にして、コメント欄に、まあ、何に投票したのかっていうのを書いてもらえるとすごい、嬉しいかなと、思いました。